皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。ヨーロッパのシーズンも終わって、大表の活動が徐々に盛り上がってきてますね。A 大表は親善試合に、アンダーのワールドカップはウルグアイの優勝で幕を閉じたね。いやー、アンダーの世代も楽しみな選手がたくさんいますよ。パリ五輪も来年に迫っていますし、見逃せない若手がたくさん出ていますよね。A 代表の若手発掘、そして選手のアピールの場としても重要度の高い大会だね。花の都パリですよ、羨ましいなぁ。私も応援ついでに旅行に行っちゃおうかしら。いや、マリサはサバンナあたりがお似合いです。そんな野生見ないでしょ。そんなパリ世代の日本代表は、先日イングランド代表と親善試合を行っていたようだよ。あら、いつの間に。メディア非公開だったから知らない人も多いみたいだけど、オリンピック優勝を目指すアンダー世代は、世界的な強豪と戦える貴重なチャンス。スリーライオンズのアンダー世代、110のオーガ3匹は強すぎます。今回の欧州遠征ではオランダとも対戦が予定されている。強国との対戦を前に大岩監督は、新しい選手、今まで来ている選手を融合するのは当たり前。それをしっかりとまとめること。チームとして攻守において、やるべきことをピッチの上で表現すること。そして勝利すること。と、意気込みを語り、同時に選手の競争意識を煽るように。それぞれが成長しなければ競争に勝てないと、選手たちも重々感じている。自チームで何を表現しているのか把握した上で、グループとして我々の戦い方にアジェストすることも求めている。このしっかりとした競争力と、グループとしての戦い方、マインドは持ってほしい。と、個々人の成長にも期待を寄せているようだね。東京五輪では涙を飲みましたから、パリ五輪にかける思いも強いですよね。そして、この大会から世界へ、A 代表に羽ばたいてほしいですね。その第一歩となった今回のイングランド戦。メディア非公開としながらも、イギリスのメディアを通じて断片的に情報が入っているようで。見事、日本が2対0で勝利を収めた。非公開を提案したのはイングランドサッカー協会みたいですけど、スタメンまで公開しているんですね。なんというか、文化の違いなんだろうか。日本代表は、この世代も海外組が増えてきて、ゴールキーパーに国母レオブライアン、前線に鈴木唯人や小田裕太郎が名を連ね。イングランド代表はビッグクラブ所属のスミスローやエリオット、ルイス・ホールにゴードンといったメンバー。アンダー世代にもかかわらず、出てくるメンバーが豪華ですよね。イングランドサッカー協会は公式ホームページで簡単な試合内容を掲載していて、両チームともなかなか打開策が見つからない前半。のにまぶえけにチャンスが訪れたが、国母レオブライアンの攻守に阻まれた。前半は日本のセットプレーから脅威はあったが、ゴールキーパーカールラッシュは姿を対応したのは一度のみで、鈴木唯人のロングシュートを難なくセーブした。日本はハーフタイム後に再び調子を上げ、55分にはコーナーキックから木村誠二の惜しいヘディングシュート。というように、前半は決定機がお互い作れず、後半は日本が調子を上げて2得点したという内容だったようだね。得点者は誰だったんでしょうか？59分に山本力と、75分に松村優太の2人が得点をしているよ。サイドで起点を作って、水戸が打ったミドルシュートに反応した山本が押し込んでの得点と、左サイドからのクロスに合わせた松村の得点でイングランドに勝利した。山本はこの日、ゲームキャプテンを務めていましたね。試合後、山本は取材に対して、いい守備からいい攻撃に入れたことは今回の収穫。守備の時間もあった試合だったけど、試合が進むにつれてアジェストして奪い切る。カウンターでチャンスを作るところまでできていたから、すごく手応えにはなった。肌感的には、そんなにイングランドにやられる感覚はなかった。ペナルティエリアに侵入された数も少ないと思うので、そういった意味ではすごく優位に進められたゲーム。自分らも聞いたことのある選手がいっぱいいて、その中で勝てたことはどんなことよりもまず自信になる。自分たちのやり方が間違っていないことを再認識できました。と、2得点の勝利に自信を覗かせていたようだね。世界との距離感というのを肌感覚で感じたと思いますから、勝てた部分と課題を今後に生かすことですね。そういう意味で言うと、課題も同時に口にしていて、他の国よりもコンタクトした時のインパクトは強く感じました。なので、そこは今後強化していかなければいけないですし、コンタクトがある中で、ボールをさばいたりしなければいけない。具体的には、自分がボールを奪われないところだったり、裁く、受け流すところをもっともっと高いレベルでやらないと。練習からビルドアップのところ、強化台に感じたところを少しでも改善したい。やはりフィジカルですか。プレミアリーグはフィジカルの基準が他リーグと全然違うからね。ミニライオンでもやはりフィジカルは強いということですね。ミニって言える年齢でもないけどね。
監督はこの試合をどう感じたんでしょうかね。大岩監督は、非常に有意義だった。内容は50点ですかね。前後半90分を含めて、出場した選手を評価して、我々がやれなかった部分、やれた部分で半々、50点が妥当。割と辛口ですね。先を見据えて、あんまり楽観的な回答をしたくなかったんじゃないかな。50点をつけたのは後半の得点を取り上げていて、後半の得点シーン、自分たちが意図的に攻撃をする部分、意図的に守備をする部分が、強いイングランド相手に出せていたというところも含めて評価をしたい。と、劣勢だった前半から修正して、自分たちが意図を持って試合を進められたことを評価している。逆に、50点つけられなかったのは前半が理由のようで、プレスがかかった時に慌ててしまって、ビルドアップが外回りになった。簡単に押し下げられるシーンが多かったので、そこのビルドアップの形はもう少し改善していかないといけない。と、相手の圧力を受けた時の対応に課題を感じたみたいだね。山本も同じことを感じていましたし、やはりプレー強度に合わせた質の高いプレーが課題なんですね。山本のコメントに同意するように、大岩監督は付け足していて、リヒトが前半に感じた部分だったり、個人の質の高さとか、相手との距離感、いろんな部分でのプレーぶりに満足していないと思います。チームとしても、特に前半は相手に脅威を与えられなかった。反省し、自信を持って強い相手に自分たちのスタイルを表現すること。これをもう一回チーム全体で共有したい。と、課題を口にしていたよ。アンダー20ワールドカップの時も、選手たちが言っていた強度はこの世代でも相変わらずの課題なんですね。フィジカルが劣っているなら、劣っているなりの戦い方がある。コメントから察するに、後半はそのような戦い方ができたということだと思うから、本番までにクオリティを上げて、オリンピック本戦で同じような力を発揮できるかが重要だね。逆に海外の選手やチームは、親善試合と本番ではスイッチの入り方が違いますもんね。ただ、良かった部分は継続をしなければならない。中3日でオランダ戦があるので、そこでも同じように力を発揮して勝利をしてほしいね。大岩監督も、今回出た自信を強調していて、自信は 50% ありますので、しっかり次のオランダ戦に向けて、自信が60、70、80になるような準備をしたい。また、キャプテンの山本も、中3日で試合が来るので、まずは選手全員しっかりリカバーして、体をフルの状態に持っていくこと。これが最初にやるべきことですし、短い時間ですが練習でビルドアップや課題に感じたところを少しでも改善して、オランダも良いチームなのでもっと良いものを見せられればと思います。と、意気込んでいたようだよ。今度はちゃんと公開される試合みたいなので、良い部分、課題の部分を私たちもチェックしておかないとですね。さらに、オリンピック本番を想定すれば、中3日で強豪との連戦で良いプレーを継続する練習にもなるね。確かに、でも、オランダ戦も大丈夫じゃないですか？なんてったって、今回倒したのはイングランド代表。110の王3匹の3ライオンズですよ。そうかもしれないけど、ユースだからコライオンとも言えるんじゃない？コライオン。ということは、シンバを倒したということですね。プライドロックを手に入れるまで相当近づきましたよね。コライオンといってもムファサの息子ってことじゃないよ。ライオンキングは全然関係ないじゃないか。でも、名言だってたくさんあるよ。過去は痛むもんじゃ。だがお前は、そこから逃げ出すことができる、学ぶことも、なんてのは、今の代表にも当てはまる言葉だと思わない？ラフキの名言か。確かに、過去から学べば日本の将来も心配がなくなりそうだね。そうそう。シーンパーいないさー。それはデブや。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。